うわー、よく渡ってけるな。反応あった？あ、違う、これビビビビって泳ぐやつだ。これ背中に傷がある。わかるね。小鳥をもらったから邪魔にならないように竿を出して見よう。でかい鮎。でっけえ鮎だ。よいしょ。よいしょ。すごい泳ぐ。黒石のとこだな。でかいでかい。ここでかい。よし。うわ、でっけえ。でっかい。でっけえ。超特大。うわ、でっけえ。ちょっとでかすぎるな。
でっけえ、でかすぎる、でかい。メガトルク持ってき、メガトルクの方がいいかもしれない、遊ぶには。イエーイイエーイ、ちっこいの釣れてよかった。小鳥サイズ。よし、20ね、4、5センチ、4、でっかいの釣れたよ。あれ、一匹特大っていくらなんだろう。ないね、あ、ほんと。いいね、550円だ。背の中でも跳ねるね。一応入れてみようかな。うわうわうわ。バレちゃった。よかっちゃった。がっちり何かに。ちょっと。ですね。ね、これ板垣さんにあとで送ってよ。初めての竿を使ってみる。さあ、ガチャガチャで釣れるかな。あった。うわ、でっかい。うわ、でっけえ。うわ、でっけえ。でっけえって言っても今日の。よし、ない。よし。さあ、こいつ綺麗だ。こいつ綺麗。綺麗ない。よし。
あ、そうなん。あ、ごめんごめん。納得。あ、あ、そうだ。セイポンのメッセージはどんな感じなの？はい、セイポンのメッセージはその組み合わせが昨日はね、あのね、なんだっけ、上の白鳥のセポやったところ釣れた牛子、すごいじゃん、すごいじゃん、でっかいの食らったでしょ。でっかいのね、大特一本だけだった。やっちゃったじゃん、なんでやんの組み合わせなんだよ。いいね、かっこいいね、ベスト。本当だ、これ。あ、本当？あ、おはようございます。昨日の、朝について、に、向こう行け。永遠に動きます。頑張ってください。はい、いってらっしゃい。頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。上田選手、上田選手、選んでください。はい、いってらっしゃい。頑張ってください。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。頑張ってください。そして第1エリアの渡辺選手、胸引き選手、お取り合いを選んでください。じゃなかった。相手の選手とかの動きとかも結構気になって、あれ早かったの？多分早い。ああ、そうか。バラしたかったな。針が震えるんだ。引退してから不安ってきたんだけど、ああ、はい。第一射目を担当。うん。しまった。え、後半3本？後半3本。ああ。この数回全部読んだ。5本、怒涛の言いがかり、怒涛の言いがかりになんないかな、そこで。いやー、暑い暑い。これ話しながら帰る、いいね、面白いじゃん。じゃこれ天然中ずっと食べてみなかったんだ。
なすごい匂いの雲。うーわ、分厚い。光の影がね、だからあれが無事に雨を降らせるというふうにね。もくもく湧いて、あ、そうだ、4月8時、5ミリから6ミリ降るんじゃない、1時間ぐらい。まあ、ね、これすごい終わっちゃいましたな。もうちょっとやれたような気がするんだけどな。あ、どうした、お疲れ様でした。ピカピカだ。なんかすごい、これやばいな、来そうだな。うーわ、降ってきましたね。この周りがそんなに濃いのか。そうごめん。昔もらったわ、東海側の大会の時に。絶対に消してください。やりますよ。ね。はい。頼もうと思います。はい、すいません。ありがとうございます。よし。やった。ありがとうございます。え？はい。もうちょっと違うと待って。ちょっと距離が、あ、そうですね、そうですね、あ、それいい体調の人だね。あ、そうですね、あ、それがいいですね。僕、品がないもんでさ。パイス、あー、そうですね、あ、いいですね、いいですね。友釣り YouTuber が揃ってますね。はい、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ビンボーの歌歌わんの、ビンボーシュービーも入ることになった。入ることにした。ちょっとは一回温まったらパッと上がってきちゃうわ。冷えちゃったわ。結構
涼しいもんね。最後のお風呂を終える。待って、ちょうどいいわ。うん、今日ちょうどいい。トロフィーとかハサミ部屋を作っておる。そうなんですか。だって1匹550円だっていいけども、うん、キロ550円だもん。だから、